ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせはベルベル人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品は9月13日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っております。そちらの方をチェックしてみてください。それではまずは、ムチのポケティですね。はい、ちょっとこのタグプリント消えちゃってますが、おそらくフルーツオブザルームですね。はい、こちらで、まあポケットが曲がってます。まあ、ネイビーの、単色、おそらく、ミディアムサイズかなと思います。僕はちょっとちっちゃいですね。はい、後ろの状態はいいです。はい、こちらで5800円に消費税ですね。はい、続いてこちらは J. クルーです。はい、サイズミディアム、はい、ボーダーのポケティですね。はい、こちらも新品の状態です。はい、まあ、ミディアムちょっとちっちゃいんですが、はい、まあ、グレーのねこのボーダー色目も綺麗ですし、はい、人気です。はい、うちもすぐいつも売れるんですが、はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてスクリーンスターズのラージサイズ、はい、こちらでデッドストック、はい、T シャツに、ラバーのプリントです。はい、ちょっとね音楽してる、まあ、おじさん4人というプリントなんですが、はい、後ろはね無地です。まあドンとインパクトあります。ラージサイズ、僕はちょっとねジャストサイズ、スクリーンスターズちょっと細めなので、はい、こちらで6800円に消費税ですね。はい、続いてチャンピオン、はい、青刺繍タグのラージ、はい、こちら、一応ね厚手のロンティーです。はい、もう刺繍ドンとあって、パーカーネイビーでラージサイズ、僕がねちょっとゆったり着れるいいサイズです。はい、状態もねいいです。はい、こちらで5800円に消費税です。はい、続いてシャツですね。はい、ペンドルトン、まあ、秋口あたりからねうちも押していくつもりです。はい、もう定番ですし、この綺麗なチェック、はい、うちもねかなり厳選して選んでるので、状態はねかなり綺麗です。はい、ブラウンベースでベージュ、サイズラージ、こちら6800円に消費税です。はい、続いてサイズラージですね、ペンドルトン、こちらのチェックもねまた綺麗ですね。ちょっとこうグレーと紺のミックスみたいな、はい、ラージ僕はちょうどいいサイズです。はい、こちらも状態綺麗ですね。はい、こちら7800円に消費税です。続いてこちらもペンドルトン、はい、ラージですね、こちらもちょっとねこダークな感じですかね、深みのあるグリーン、これもちょっと色目がねすごい綺麗です。はい、結構色目何色か使ってますね。はい、こちらもウールの状態は綺麗です。はい、ラージサイズでこちらも7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらウエスタンのねクロスサテンです。はい、ちょっとねタグがこちら欠損してますが、おそらく DC じゃないかなと。はい、サイズ表記は16、はい、ちょっとねワッペンとかが袖ついてたのかって跡はあるんですが、まあ、なかなかね黒サテンって本当に出ないので、はい、16僕がねちょうどいいサイズです。サテン少し縮みが出るので、はい、こちら縮みは出てると思います。もうちょっとねここにもワッペンとか刺繍がついてたんですかね。はい、下はこうロックになってる、はい、ウエストなんですけどね、そんな着丈長くないのでおそらく DC じゃないかと思います。はい、60年代黒サテンのウエスタンシャツ、こちらで2万9800円に消費です。29%ですね。続いて、はい、こちらリバースイーブ刺繍タグのラージです。はい、シンプルに目つきのグレーですね。はい、これリブ見ていただければピンピンです。全然伸びてないですね。はい、おそらくワンウォッシュだと思います。中もふかふかです。
はい、ラージサイズ僕がちょうどいいサイズです、はい、もう言うことないです、はい、ピンピンのグレーの目つき、こちら7800円に消費税です、ね、はい、続いて刺繍タグのダブル XL、 はい、ちょっとね丈長めです。ただ円字の、はい、テンプルラバープリントです、はい、ただこちらもね状態ピンピンです。同じくリブがほとんど伸びてないです、はい、ダブル XL、 はい、丈があってゆとりあります、まあ、プリントもね可愛いと思いますので、はい、状態はピンピン、こちらも7800円に消費税ですね。はい、ヴィンテージスウェット1着、はい、こちら、ピルグリムですね。ちょっと上の方にピルグリムと、はい、XL です。 XL ね、なかなか出てこないですね、はい、ボディの状態は結構綺麗なんですが、ちょっとねここに日焼けのような跡があります、はい、まあ、赤もねでもねフェードしていくと色がピンクっぽくなってかっこいいですね、ピルグリムこの XL だと僕も着れます。後ろの状態もいいですね、はい、こちらパーカーで 15,800 円に消費税ですね。はい、続いてパタゴニアです。パタゴニアのスナップティー、サイズがミディアムサイズ、赤です。まあこのね赤とパープルってこのねパタゴニアらしいカラーリング、はい、M サイズは僕がちょっとちっちゃいですかね、はい、ただこれフリースね、まだまだふかふかです、はい、かなり肉厚な感じですね、はい、こちらスナップティーで、はい、7800円に消費税ですね、はい、続いてもパタゴニアのスナップティー、はい、こちらもミディアムですね、シンチラ、はい、こちらはね年代少し新しめですがツートン、はい、そして程度は同じく綺麗ですね。このミディアムサイズは僕も着れるサイズです。後ろもツートンで綺麗ですね、はい、こちらのスナップティーで9800円に消費税です、はい、続いて、はい、こちらもパタゴニアシンチラフリースのこちらフルジップですね、はい、ブラックになります。ちょっと、ね、サイズ表記タグがね少し切れてしまってるんですが、こちらは多分、ね、ラージだと思います。僕はねゆとりあるので、はい、まあ黒一色なんでね、普通に着やすいですし、こちらもフリースの状態はね綺麗です、はい、まあ、一番使えるんじゃないでしょうかね。ここの袖にパタゴニアと入ってますし、はい、こちらで7800円に消費税です。はい、ちょっとねセブンティーズでしょうね。こちらベスト1枚、はい、デニムベストです。はい、デニムベストでちょっとこうウエスタンヨーク、後ろもデニム一色です。このね胸元のね星の切り替えが可愛いですね、はい、裏地がナイロンのイエロー、はい、おそらくサイズね M サイズぐらいですかね、 SM サイズですね。ちょっと僕は小さいんですが、はい、まあ色目薄めのデニムにこの切り返しも、あとまあやっぱりこの星がポイントですね、可愛いですね、はい、ここレザーも使ってますし、うん、まあ女性が着てもね可愛いと思います、はい、こちら7800円に消費税ですね。続いてナイロン、はい、こちらナインティーズナイキです、はい、サイズ表記はねちょっとうっすらなんですが、おそらくラージかなと思います、はい、色もね、3トーン使っててナイロンのあれには可愛いと思います、はい、後ろもここで切り返しでうっすらですけど Just do it って入ってます、はい、色配色はね綺麗ですねこちら、はい、こちらで6800円に消費です。続いて、はい、まあ、こちらも定番ですね、ラルフのスイングトップ、はい、三角タグのサイズがラージサイズ、はい、まあ、紺に赤ポニーもう鉄板ですね、はい、ラージでちょっと僕はゆったりめで着れます、うん、まあ、こちらも人気商品ですね。紺色もやっぱりかっこいいと思います。こちらで7800円に消費税です。続いてパタゴニアのガイドシェル、はい、こ
ちらサイズがミディアムサイズですね。ちょっとタグ表記で切れてますが M サイズ、まあこれ見るからにもこの配色は90年代ですね、はい、パープルにこのマンゴーオレンジにグリーン、はい、もうこの綺麗な配色、パタゴニアらしい配色ですね。ミディアムサイズ、ガイドシェルだとちょっと着丈長いので僕で少しゆったりします。中にね、スウェットリバースなんか着ても着れるサイズですね、はい、これもでもねやっぱもう20年以上ですね、30年近く経ってるけど状態いいですね、はい、こちらのガイドシェルで、12,800円に消費税です。続いて、はい、こちらリーバイスのボアジャケ、サイズがねラージになります。コーディロイ、まあ、ラージねちょっとゆとりあると思うんですが僕でちょっとゆったりめで着れます、はい、後ろも少しねあのユーズド感はあるんですが、はい、まあ、ネイビーちょっと若干色あせてる感じ、雰囲気もねかっこいいです。ちょっとこちらにねピーピーっていうちょっとシミっぽいのもあるんですがもうね雰囲気でいけると思います。はい、まあインディゴね、あのデニムみたいな感じで少しこの色あせたネイビーもねあの雰囲気いいですよね。こちらで12,800円に消費税です。続いてこちらもリーバイスボア、はい、サイズがラージサイズ、はい、ケミカルウォッシュですね、ケミカルウォッシュのラージ、はい、こちらもゆとりあります。まあこの辺はねやっぱダボっと着るのもね可愛いと思います。ちょっとこちらアジャスターを止めてるんですが、はい、ちょっとダボめで着てもらってももうザ・ケミカルウォッシュですね、はい、状態はね非常にいいです、はい、こちらも12,800円に消費税ですね、はい、続いてこちら大人気のブラックですね、はい、サイズ38サイズです。まあミディアムぐらいですかね、はい、自分は38はちょっとちっちゃいですね。こちらもねユーズドで、少し色落ちして雰囲気もいいです。まあボアらしくここ色落ちも綺麗に出てますし、はい、ちょっとこういったねポケット口とかも少しだけダメージありますけども雰囲気いいですね。まあブラックならではの色落ち、はい、こちらで15,800円に消費税ですね、はい、続いて逆にバキバキです、はい、こちらサイズ表記が取れてますね、42ぐらいだと思います。はい、ワンウォッシュぐらいの程度です、はい、ちょっとねここの部分にちょっとなんか擦れた跡があるんですが、まあここからねガンガン着ていただければ多分自分がちょっとゆとりあるぐらいですね、はい、まあ、今ねオーバーサイズ流行ってるので今年の冬もねこの辺のボアジャケ少しワンサイズ上げて着るのもいいと思います、はい、あとのコンディションはもう抜群です。はい、こちらで19,800円に消費税ですね、はい、続いてミリタリーです、はい、こちら N4 ちょっとねここのパッチがもう表記読めないんですが、はい、おそらくサイズがね36から38ぐらいかなと、はい、もうパキパキの状態です、まあ、ほぼデッドと言ってもいいぐらいですね、結構ねユーズドは見かけますがこのぐらいの程度ってなかなかないと思います、はい、内側のジッパーのところも程度いいですね、はい、こちらで、はい、胸のステンシルもバッチリ入ってます、はい、こちら25,800円に消費です、25歩ですね、はい、続いて、ブラック357ミディアムショートですね、ブラック357ですね、はい、まあ、ミディアムショートもうこちらね一番売れ線のサイズじゃないでしょうか。僕が着て着丈といい、はい、ちょうどいいサイズです。まあちなみに僕も持ってますが、はい、結構ね、この間色あせたのかなり着込んだのを見ましたけどそれもそれでかっこよかったです、はい、こちらデッドストックです、はい、15,800円に消費税ですね、はい、続いても冬の鉄板、はい、エクワックスのこちらもねレベル7ですね、まあ、もうデッドストックです、ミディアムレギュラー、はい、
まあ、ちょっと袋からね出したんでちょっと塩はやってますが、はい、ミディアムちょっとこうダボっと切れます。まあ、このねレベル7一回切るとねめちゃくちゃあったかいので、はい、かなり使えます。ちょっとね大きめで着ても可愛いと思いますし、こちらデッドストックで29,800円に所有です。29%。続いて、はい、こちら、マクレガーですね。マクレガーフィフティーズの、いわゆるヌバックのジャケットです。タグがこちら、はい、マクレガーですね。サイズ38。サンパチ僕はねちょっとさすがに小さいんですが、はい、まあちょっとねフィフティー好きな方とか、はい、ぜひですね。ちょっとこのねまあ襟のリブが長いちょっとショールっぽくなってるのもかっこいいです。はい、大人のジャケットということで、はい、こちら15,800円に所持ですね。続いて 60s です。60年代のスウェードコート、はい、こちらイタリア製ですかね、はい、うん、サイズはね36ぐらい、自分が肩は入ると思います。多分結構ぴったりになると思いますね、はい、結構ねデザインとしては、はい、このベルトダンカーもそうですしかっこいいかなと思います、うん、スウェードの状態もね、割と綺麗ですし、はい、こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてバブアですね。バブアのキルティングジャケット、はい、内側に、はい、バブアですね、サイズがね、38ぐらいだと思います。自分がジャストサイズ、はい、まあ、バブアといえばねもうちょっと大人のジャケットかなと思います。もう状態も綺麗ですし、はい、まあ秋口とかにねさらっと着ていただければと思います。こちら9,800円に消費税です。もう一つ大人のジャケット、はい、ハリスツイードですね、はい、こちらもサイズが、38ぐらいかなと思います、はい、この襟元のところで少しだけ小穴があります。あとはね状態的にははい綺麗ですね。ハリスツイードロングコートで、はい、自分がジャストサイズです。一気にね大人になる感じですね。ちょっと色の落ちたデニムなんかでもこのベージュの配色なので合うんじゃないでしょうか。はい、ロングコートです。はい、こちらハイスツイードで19,800円に所持です。19%。はい、続いてスタジャンです。よいしょ、はい、こちらスナップなんですけどもワッペン1948、はい、まあ 40s ですかね、はい、裏地は、はい、裏地はなくてウールですね、はい、バックに、はい、ワッペンがついてます。おそらくサイズが38から40ぐらいですかね。自分がちょうどいいジャストサイズです。なかなかね最近このウールのスタジャンでね状態いいのも見なくなりました、はい、こちら 40s のスタジャンで、はい、19,800円に消費税です。19%。はい、続いてハーレーのジャケットです。はい、こちらこの紙タグまで残ってます。サイズラージ、はい、こちらね合皮の革なんですがちょっとね、スナップボタンのまあスタジャンタイプといいますか、でブラックにこのブルー結構かっこいいと思います。はい、合皮なのでね逆に軽くて着やすいですし、まあ、胸のワッペンこちらバイクのワッペンと後ろはシンプルに無地ですね。もう状態はほぼデッドストック状態です。はい、こちらハーレーのレザージャケットラージ、はい、こちら29,800円に消費税です。29%です。続いて、一着ねレディースのデッドストックのシャツです。こちらね袋の中に入っちゃってしまってるのでサイズが32と書いてます。はい、で一応ねここのプリントあるんですが、バンダナ柄の、七分袖だと思いますね。半袖なんですけどこの辺の袖です。はい、オンラインの方にね広げて出しておきますので、
こちらデッドストックのバンダナ柄のレディースのシャツ、こちら9800円に消費税です。続いてスニーカーいきます。ちょっとねレディースサイズを2つ、はい、こちらオールスターのハイカットエンジですね。ちょっとねかかと USA 製は少し削れてますが、見た目のボディの状態でかなり綺麗です。そしてサイズが5、まあ、23ですね、はい、まあ、結構ね女性だと入る方多いと思います。はい、こちらオールスターハイカット USA 製で7800円に消費税です。はい、続いてこちらチェックですね、はい、まあ、クリスマスカラーといえばカラーなんですが、はい、こちらもねちょっとねかかとは少し削れてます。はい、ユーズドですが、実際裏のソールはねまだまだ綺麗です。こちらもサイズが5です。はい、まあ、女の子のサイズですね。まあ冬のクリスマスに履いてもらってもいいと思いますし、はい、オールスターハイカットのチェック USA 製ですね。こちら9800円に消費税です。はい、革靴いきます。こちら、ジョンストンマーフィン、はい、サイズが9ですね。9、はい、こちら、まあ、ドレスシューズですね。状態はユーズですけどかなり綺麗です。うちの方でもね軽く拭いて綺麗に手入れしてます。かかともそんなに削れてませんし、はい、ソールもちょっと履いてますけれどもまだまだいけると思います。はい、ちょっとね細めのドレスシューズですが、はい、まあ、大人っぽく履けると思います。こちらユーズドで 12,800 円に消費税です。はい、はい、続いては、アレン・エドモンド、はい、こちらもユーズドですが、はい、ドレッシーに履ける靴でサイズが9ハーフの D です。はい、ちょっとね見た目細く見えますが D ワイズあるので、はい、先がね少しちょっと尖ってるタイプですね。はい、こちらもねもちろんうちの方で軽くは手入れしてますが、よりねこまめに手入れしていただければまだまだ履けると思います。はい、アレン・エドモンドでこちら12,800円に消費税です。1リッパー。続いてパンツですね、はい、こちら、501のホワイトジーンズ、USA 製です、もちろん。はい、パッチサイズがね3232、はい、ゴールデンサイズですね。はい、ブラックもそうですしホワイトもやっぱりねこれだけ綺麗な状態なかなか最近出てこないですね。はい、今のうちにちょっと押さえておいた方がいいんじゃないでしょうか。ホワイトの USA 製でこちら7800円に消費税です。はい、続いてこちらね、ウーマンズの501です。はい、こちらボタンがねめちゃめちゃ多いんです。で、こういったブラックのストライプなんですがちょっとねレディース仕様なのでポワーンとお尻が大きいです。昔で言うね701に、はい、似た形です。ポワーンと大きくてシュッと細くなってます。はい、こちらパッチ表記がねちょっと表記読めないんですが、はい、実寸がね3031、はい、ただこちらストライプのパンツなので、はい、こちらで、ね、5800円に消費税です。はい、続いて派手な方におすすめです。こちらねヴィンテージの、はい、リーバイス518です。はい、こう書いてる通りなんですがスリムフィットですね。はい、518、こちらいわゆるコットンの細身のパンツです。はい、もちろん白タブのビッグイでサイズがね3234のデッドストックです。はい、こちらね518のね前身といえば800番っていう、まあ、いわゆるスリムフィットという60年代細いパンツですね。継続していろんなカラーが出てます。はい、その中でもね、まあ、赤とかターコイズブルーみたいな色も出てます。
あのうちもデッドストックで 何着か取り扱ったことあります。こちらもデッドストック、はい、スリムフィット3234で29,800円に勝利です。29パですね、はい、はい、最後に女性におすすめの701です、はい、色目もねあのちょうど色落ちてまして、はい、一番女の子の好きそうな色じゃないでしょうか、はい、ウエストが26です。レングスがちょっとだけ長いですね、33あります。ちょっとロールアップするか、身長がね170近い女性だったらねちょうどハマると思います、はい、501の26よりかなりウエストがねあの上の高い位置なので、はい、501のジーンズで29インチぐらいは履かれてる女性が多分ちょうどいいサイズだと思います、はい、で当然ですけど赤タブ、はい、ベルトループがオフセットです、はい、前がジッパーのタロンですね、はい、まあ、僕に合わせてもちょっと難しいんですが、はい、まあ、少しレングスは、ね、長めなので、まあ、2折りぐらいロールアップして履いてもらってもいいかなと。こちら裾オリジナルですが、耳なしのタイプです、はい、こちら50年代終わり60年代頭ぐらいですかね、はい、701こちらで39,800円に消費税です。39パですね。続いて、フェイクアルファの商品なんですが、こちらねフェイクアルファの方のオンラインストアにアップされております、はい、こちらね、ウールのショールのジャケット、はい、こちらね 20s からまあ30頭ぐらいですね、はい、一応ですねあのアメリカでいう労働組合 CCC っていう、ね、言い方をするんですが、はい、そちらのね労働着として支給されていたジャケット、はい、もうねリブもねこの赤いボーダーあの赤チェックですが、はい、非常に形もかっこいいですね。そしてこのね袖の作りがですねちょっとこう肘からねこうシャープに袖にこうヒュッと細くなってます。こういった作りからねこの袖のカットから見て20からまあ30頭というのが分かります、はい、こちらサイズがね36から8ぐらいだと思います。僕はねほんとジャストサイズピタピタになっちゃいますが、はい、ただこの年代にしてはねあの状態非常にいいと思います。色目もやっぱかっこいいですねこの赤黒、はい、こちらのジャケットで258,000円に消費です、はい、いわゆるあの A1 タイプっていう言われてる形ですね、はい、続いてこちら、コサックジャケット、まあ、こちらは30年代ですね、はい、30s こちらタグがねちょっとこう表記がもう読めなくなってますが、まあ、着てた方の名前も入ってます。はい、42ですね、はい、この当時のだとね、少しタイトめだと思います。まあ、あのこちらのねレザージャケットあのやっぱリーバイスでも有名ですね。リーバイスが作ってた多分おそらくね工場が同じだと思います。作りがねほとんど似てます、まあ、ちょっとねこのレザーのユーズド感は出てますが、まあ、雰囲気としてはね抜群にかっこいいかなと。まあね何年か前にリーバイスがね、あの有名なアインシュタインが着ていたジャケットっていうのでね復刻もされたあのレザージャケット実は僕もですね持ってますが、はい、僕もねこちら僕が着てちょうど着れるサイズです、はい。まあ、一気にね大人の雰囲気出ますしこの辺のレザージャケットは、はい、ベルト等レザーの大きいダメージはないです。まあ、ただねこの色合い雰囲気は出てますが、まあ、この辺はねまたオイル入れたりとかで手入れしていけばまだまだ使えると思います。こちらサーティーズのコサックジャケットレザーです。228,000円に消費税です。22%。これから、毎週週末の日曜日なんですけれども、ベルベル人の方で、ちょっとセールプライスの商品をアップしようと思っております。オンラインウェブストアのところに、ウェブスペシャルというあのボタンがありますので、そちらの方またチェックできるように、しております。お店の商品をですね10点ほど 20% オフというプライスで、商品紹介させていただきます。
今日が一応初めてなんですが、これから毎週週末やっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、まずはねこちら、オールスターのローカット、はい、サイズが一応8、こちらねユーズドというかね、まあ、ほぼデッドに近いです、まあ、ちょっとだけ履いてます。 USS 若干削れてるぐらいですね。ただ内側の程度なんかもね、はい、非常にいいです。はい、まあ、いわゆる 90s のローカット、サイズが8で15,800円に消費税です。こちらから 20% オフになります。はい、続いて T シャツです。はい、ヘインズのビーフィー、はい、M サイズ、はい、まあこちらプリント、染み込みのプリントです。まあ男の方のちょっとバンとインパクトある T シャツなんですが、白ボディ、はい、裏は無地です。こちらが7800円に消費税から 20% になります。はい、続いて、はい、こちら XL のブロッケンアロー、映画ですね、映画 T シャツ、ロン T です。はい、バッグもあります。こちら12,800円に消費税です。続いてナイロンの T シャツ、はい、こちらがひび割れプリントですね、サイズがラージぐらいです。こちら7,800円に消費税です。はい、続いてこちらがサイズミディアム、はい、ザ・ボーン・アイデンティティ2002年の T シャツです。はい、こちら9,800円に消費税です。続いてモヘアのニットです。タグは取れてしまってます。サイズが M サイズぐらいですね。はい、こちら7,800円に消費税です。続いてチャンピオンのフルスナップ刺繍のラージ、ちょっとね若干シミはあるんですが、はい、こちらで9,800円に消費税です。はい、こちらヌバックの、フルジップジャケット、まあ、大人っぽいですね。サイズ42、こちら12,800円に消費税です。続いてカーハートのパーカージャケットですね。こちらサイズ表記が、おそらくミディアムぐらいですね。はい、まあ、全体的に色あせて雰囲気いいと思います。こちらも7,800円に消費税です。続いて最後にリーバイスのコーデュロイパンツ、デッドストックです。日給31、はい、非常に綺麗なグレーです。ライトグレー、お値段が12,800円に消費税。はい、以上10点になります。今の紹介した商品は全て 20% オフになりますので、そちらの方もチェックしてみてください。ご紹介は以上になります。ベルベージュの方で買取委託販売を行っております。10月10日の G ジャン発売に向けて特に G ジャンの買取委託販売強化しておりますので、お店の方にお問い合わせいただければ対応いたします。よろしくお願いします。